自分らしく生きるための人生会議を始めよう。人生会議とは、残された人生をどう過ごしたいのか、どのような医療や介護を受けたいのかということを前もって考え、家族や大切な人、医療や介護スタッフと繰り返し話し合うことを言います。やっぱり自分の町が一番よかね。ご飯を食べるのが一番楽しみったい。家族には負担かけたくなか。延命治療はあんまり受けとうなか。人生会議は改めて行う場を設定する必要はなく、このように日常で発せられた会話の中から思いのピースをつなぎ合わせると、人生の中で譲れないこと、気がかりなことが見えてきます。こういったことでご本人が望む暮らしが叶えられるようサポートすることが大切です。今回のテレビ広報久留米は人生会議について取り上げます。今回お話をいただくのは、牟田ほとめきクリニックの牟田医師と、実際にご家族を看取られた上原さんに体験談などお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず、上原さんにお話を聞いていきたいと思いますけれども、実際にお父様を、看取られたということで、その時のお話を聞きたいんですけれども、結構まめな父だったので、闘病ノートみたいなのをですね、枕元に何冊も用意してて、そしてそこに、今日何が食べれたとか、どんな痛みがあるとかいうのをこう記しているノートがあったんです。このぐらいの、でそこの中に、延命治療は希望しないっていうのを書いてあるっていうのは、家族がみんなそれぞれ見てました。あ、父の希望はここにあるんだなっていうことはみんな感じ取ってますね。最後の看取る時はどういう状況だったんでしょうか。もともと在宅でいたところが痛みが強くなったので、緩和ケアの病棟に行きました。で意識がだんだんこう浅くなっていくんです。少しずつ息が浅くなっていくのをみんなで見届けたっていう感じでしたね。なんかどういうことが聞けてよかったなみたいなことはいくつかありましたか。そうですね、やっぱり亡くなる時って家族も覚悟はしてるけどざわ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 するので、その時にこの延命治療しないって書いてあったところが、自分の支えになるというかですね。で最後落ち着いて見取ることができたというところがあります。今回上原さんはそういった形で、ノートを通じて、ご本人のご意向を聞くことができたというところなんですけれども、牟田先生、今のお話をお聞きになって、気になったポイントなどありましたか。お父様の方がしっかりとご自分の意思をノートに記した上で、それをみんなで共有している、ここがやはり人生会議の一つのポイントでもある、記してみんなで共有するというところですよね。周りがいろいろざわつく中で、ちゃんと家族はそこに向かっていこうという、気持ちになられたのが、その最後を看取るっていうことができた一番のポイントじゃないかなと思います。これまで診療を、牟田先生ご自身されてこられた中で、この人生会議の重要性、これまでの経験がありましたらお話しいただけますか。もともと外科医をやってて、その在宅をするとか、その緩和治療にやるというあれはなかったんですね。そんな中、うちの母の方が胆管がんになって、手術もされて、でもすぐ再発してですね、兄がもう自宅で見てくれてて、そんな中やっぱり最後の最後で急激に状態が悪くなった。で多分兄とその父との間ではちゃんと母と話し合いがあって、もう自宅で見取ろうねっていう話もあったんだと思うんです。でもそれを僕はもう分かってないですよね。若い、まだもうもう救急的にやれる自分があると思ってるもんだから、急変した際にすぐに救急車を呼んで、その場で救急車の中で送還して、呼吸を手助けするというようなことをして、病院に運んでいった。
もうはっきり言って手のつけようがなかったんですね。でもうその場で亡くなっていくと、やっぱり一時的にもう本当に苦しい思いをさせたろうなという思いがあります。まあ、実際自分がこうやって在宅の訪問診療を始めることに経緯でもあるかなと思ってます。できるだけその本人の意向に、準じたやり方をやっぱりやっていかないといけないっていう気持ちで、日々診療に当たってます。まあ病気によってやっぱ違うんですよね、最後の迎え方っていうのはですね。そういう患者さんたちにちゃんとそこに至るまでにお話をして、あなたはこういう病気だからこういう状況になっていきますよ、じゃああなたたちはどうしたいですかっていうお話をすると、いやじゃあ先生気管切開をしてください、胃ろうを作ってくださいって思われるかもしれないんですけど、実はそういう方たちはいやもう私はこのままでいいですって言われる方が結構いらっしゃいます。でやっぱりそういうことをちゃんと聞いとかないと、急に呼吸が止まった場合にやっぱり僕たちは救急搬送をしてしまう。で本人の意向に沿わず人工呼吸器につなげられ長期療養の病院に入所させている、そういった危険性がやっぱり非常にあるんですね。突然ストーンとやっぱりがんの患者さんは悪くなります。でもそこはもう短い期間なので、やっぱり家族さん、ね、しっかり見取られるっていうことも可能になってくるんですね。やっぱり人生会議人それぞれありますから、その病気家族背景もあるし、そういうのも一緒になってお話をしていただくのがすごくいいんだろうと思ってます。最後に補足です。人は心身の状態により意思が変化することがあります。人生会議は繰り返し考え何度でも話し合うことが必要です。はい、久留米市では私の生き方ノートを発行しています。このノートではこれからの治療やケアに関する話し合いを進めるにはどのようにしたらいいかを分かりやすく説明したものになります。ぜひ人生会議を行う際に皆さんも活用いただければと思います。では今回のテレビ広報久留米は人生会議について牟田ほとめきクリニックの牟田医師と上原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。